なんかいつも集まるメンバーがさ、うん、まあさ、あまあ天月、坂田、あの清とウブと、たまにともした。いやたまに結構来てるだろあいつ。ともした。うん。でまあまあまあくんね。うん。みんな30代超えたの普通に怖いな。みんな30超えてるっけ？超えてないんじゃない？超えてないっけ？もう分かんなくなっちゃった。俺イブサとキヨはね、もう知らん。分かんなくなっちゃった。僕とアマちゃんと坂田とともしさんは同い年。でも結構同い年の人多くない？天田さんとかもそうだよね。僕ね、アマちゃんに一つだけアマちゃんのことを恨んでる話していい？今だったらお酒のテンションで言えると思うわ。うん。あのさ、僕さ、うん、あの年齢公開してなかったんだよ、うん、で、なんか知らないけどアマちゃんの一個下だと思われてたんだよ。なんで？知らない。でもだって、俺知ってるよ、マックンがなんか顔出しでなんか大学かなんか写真かわかんないけど顔は写真あげてたの。お前やめろ、本当にそんな怒るぞ、マジで。え、そんなことあったっけ？わかんない、俺もあんまり知らない。え、そんなことあったっけ？なんかそのアマちゃんの一個下だと思われてたんだよ、うん、で、しめしめと思って黙ってたの、うん、まあそもそも年齢喋ってないし、まあいいかなと思って、そしたらアマちゃんがワク同い年だからねって。絶対俺じゃないよそれ。いや違う、アマちゃん、絶対アマちゃん、絶対俺じゃない。アマちゃんがあの、うん、塩湯かなんかやってた時にあの、うん、ワクも同い年ですからってツイートかなんか、なんか言って、うん、バレたんだよ。絶対わあ、お前もっと前が、絶対もっと前からバレてる。ウィキペディアかなんかに一個下年書かれてたのに、やりやがったなお前って思って。もう全員もうね、諦めた方がいいよ年齢公開は。いやそれはそう、本当に諦めた方がいい。いやあとちょっとで飲み終わる。もはや公開にしようが変わらないから、年齢はだって。いや分かるよ、現実と向き合った方がいい。絶対もっと前からバレてる。まあ愚かな人間どものね、みんなにとっての30そこそこと神である僕の30そこそこは全然違うからな。僕はまだ子供みたいなもんだけど、みんなはもう30歳なんだな。10倍長く生きんだっけ？10倍どころじゃないね、200倍ぐらい長く生きる。すげえな、ブリーデン見て。いやごめんな、本当にみんなの死は絶対忘れない。僕が記憶の中に留めておくから待っててくれ。まあ年齢じゃないよ、語り継いでいくよ、こういう歌い手がいたんだぜって、うん、あの天月ハイフン、天月ハイフンっていう名前の歌い手がいたんだ。なんとケチケチやりました、この先顔やばい、吐きそう本当に。